ここからは火曜特集と銘打ちまして、巷ではあまり注目されていない話題にはなっておりませんが、いやいや大事なテーマとして深掘り、さらに追いかけていきましょうという絞ってお届けするコーナーでございますが、火曜特集本日のお題はこちらです。ドン。ロシアのウクライナ侵攻の裏で何が、知られざる中東情勢と題してお届けになります。ロシアのウクライナ侵攻とそれに伴う対ロ経済制裁は世界的に包囲網が広がっておりますが、原油価格やその他の物価上昇という形で日本を含む全世界に影響を及ぼしている点も見逃せない事実でございます。そこでイスラム専門家の飯山さんに、メディアではほとんど報じられないアメリカ、そしてロシアと中東の、ね、諸国の関係についてご解説願いたいんですが、まずはロシアがウクライナへの侵攻を開始した直後、アメリカが驚いた事態が起こったということなんですが、それを見ていきましょう。こちらです、どうぞ。国連安保理、安全保障理事会2月26日での出来事だということなんですけれども、ウクライナへの軍事侵攻、ロシア、に対する非難決議案の採択で UAE アラブ首長国連邦がこれを棄権した。はい、これについての記事をご紹介します。読売新聞の記事によりますと、国連安全保障理事会は2月25日ウクライナに軍事侵攻したロシアを非難し、武力行使の即時停止と撤退などを求める安保理決議案を採決しました。アメリカとヨーロッパなど11カ国が賛成したのに対し、常任理事国のロシアが拒否権を行使したため否決され、また中国、インド、そしてアラブ首長国連邦の3カ国が棄権しましたと、こうなっているんですけれども、ちょっと UAE の地図を確認しましょうかね。地図上の UAE の位置、こちらがアラブ首長国連邦ですね。はい、さらに UAE がですね、その危険のあとこういった行動に出たということなんですが、見ていきましょう、どうぞ。 UAE のアブドラ・ビン・ザイド外相がロシアのラブロフ外相と会談を行い、世界のエネルギー安全保障の改善に向けて共に協力していくと、これは UAE の外相がロシアを訪問して共同記者会見で述べたコメントだということなんですが、飯山さん、これに対するアメリカの驚きというか驚愕というのは、そもそもですね、今のこう世界情勢の中において、はい、アメリカとかね、そのまあ日本もそうだけど、西側諸国にとっては、はい、ロシアは敵ですよねってことにもなってますよね。でも、世界の他の地域では必ずしもそうではないんですよ。で、例えば中東では、ロシアっていうのは敵じゃないんですよ、はい、はっきり言って。で、そのことをバイデン政権はあんまりよく分かってないってことですね。で、あんまりよく分かってないっていうのはどういうことかっていうと、UAE とか、まあ、サウジアラビアっていうのは中東におけるアメリカの同盟国なんですね。で、UAE とか、まあ、サウジっていうのはアメリカから大量の武器を買ってですね、で、米軍を駐留させて、それによって自分の国の安全保障を守ってると、まあ、日本と、まあ、同じっちゃ同じなんですね。アメリカに自国の安全保障を依存していると。はい、だから今回 の、 そのロシアによるウクライナ侵攻というのが起こった時には、当然対ロ政策に味方してくれるだろうとアメリカは思ったわけです。ところが UAE はいきなりロシア非難決議を棄権したり、いきなりブーンとなんかモスクワに行ってラブロフに会って、いやいやこれからもっと仲良くしましょうとか言ったりとかしていると。で、それにびっくりしたということですね。はあ、その UAE にはちなみに中東では最大規模とされる数千人規模の米軍部隊が駐留しているということなんですね。それでもなおこういうことを取ったと。はい、アメリカの友好国であるはずの UAE がロシアのウクライナ侵攻後になぜロシアと親しい関係を築いていこうとするのかについては後ほどね、また改めてお伺いするとしてですね、実は中東には他にもアメリカの友好国がございまして、その国々も不穏な動きを見せているということで、もうすでにお名前出ましたがこちらです。お名前ってのは変ですね。サウジアラビア、そのサウジアラビアが行っているのがこちらということなんですが、どうぞ。アメリカが敵視する中国に販売する原油の一部を人民元建てに切り替える方向で検討中。さらに習近平国家主席は今年5月にもサウジ訪問予定とありますけれども、飯山さん。
そうですね、これは、うん、中国に関してもロシアと一緒で、アメリカにとっては中国は敵対国ですよね、うん、ところが中東の諸国にとっては、ロシアと同様に中国も敵じゃないんですね、全然。でサウジっていうのは、まあ、世界で実は一番たくさん武器を買っている国 で、でそれは、まあ、大体おおむねアメリカから買ってんですね、で中東っていうのはそもそも世界で一番たくさん武器を買っている地域で、それは何でかっていうと戦争してからですね、戦争してから常時武器をどん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 使ってるから、だからどんどん買わなきゃいけない。でそれはまあ大体アメリカから買ってるんだけど、まあ、あとロシアとか中国とかもその武器産武器にこう買うその市場にまあ参入しつつあるっていうことですね。で、さっきの UAE と同様にサウジも、まあ、アメリカから武器の補給がないと、あとは例えばパイロットをですねアメリカにやってですね、アメリカの戦闘機乗れるように訓練しないと、国が守れないんですね。だからそれぐらいサウジとアメリカのその国防関係って非常に緊密なはずだから、だからアメリカは当然サウジはその対ロシア制裁協力してくれると思ったんだけど、してくれなかったんですね、してくんないばかりか、まあ、中国とこれからもっと仲良くしていきますとか言ったりとかしてると、それでまたこれまだびっくりしたってことですね、それ理由は何でしょう。その理由はこれからです。なるほどね、はいはい、ではなぜその UAE やサウジアラビアがですね、同盟国であるはずのアメリカを、まあ、あえて言えば裏切るような行為を見せるのかという点につきまして、飯山さんのご指摘では大きく2つ理由があるのではないかという点なんですが、一つずつ伺ってまいりましょう。まずはこちらです、どうぞ。OPEC プラスとありますけれども、石油輸出国機構、OPEC ですよね、とロシアなどの非加盟国で構成ということですが、これは飯山さん、サウジと、UAE というのは、世界で最大級 の石油産出国なんですね、で日本は石油のほとんどを中東に依存してて、それでサウジとそのうちサウジと UAE にもう8割ぐらい日本の石油は依存しているんですね、だからこの2カ国は日本にとっても非常に死活的に重要な国なんですね、でところがその石油 の、産出量っていうのをどうやって決めているかというと、これはみんなで示し合わさないと、どこかがいきなりブワーとかたくさん増産とかしちゃうとブワーって値下がりしちゃうから、これそういうことにならないようにOPECプラスっていう枠組みで、うちら、これぐらい増産、これぐらいものすごいちょびっとずつ増産していこうねっていうか、ね、合意してるんですね、でその枠組みの中にはロシアがいるんですよ。アメリカはここに入ってない、入ってないんですよ。だからこのサウジと UAE というのはこの枠、OPEC プラスの枠組みをこれからも自分は守っていきますというふうに言ってるんですね、それによってアメリカはロシアの石油も買わないという禁輸措置にしたので、この市場からロシア産 その原油が消える分の埋め合わせをしてくださいというふうに、お願いしてるんだけど、UAE と、UAE とロシア、サウジは嫌だ、増産しない、しない、自分たちオペックプラスでやって、オペックプラスでやってきますということは、つまり、ロシアとやってきますということなんですね、応じないよというね、日本の原油価格にも関係してくる一連の流れですが、押さえておきましょう、どうぞ。ウクライナへの侵攻でロシア産原油の禁輸措置が取られ、国際エネルギー機構主要国が増産を始めない限り、世界経済はここ数十年で最大の供給危機にさらされる という警告、一方アメリカがサウジアラビアと UAE に原油の増産を要請、しかし両国はその要請を無視と、こういう状況になってくるわけですよね。ごめんなさい、私ちょっとこの辺よくあんま詳しくないんですけど、ずっとアメリカはサウジの石油を大量に買ってましたね、長いことは、何十年もね、長いこと、ところは、十数年ぐらい前ですか、10年ぐらい前ですか、アメリカでシェールオイルが大量に出て、そしてそのアメリカは、その石油、原油の輸入をだいぶ減らしましたよね、確か、つまりシェールオイルでいけるやんいうことになって、でそれで石油価格がだいぶ下がりましたよね、つまりアメリカが買わなくなったから、でそういうことがやっぱりサウジにとっては、なんで今までたくさん買ってくれとったのに、アメリカもっと買ってくれよ、買ってくれへんのかいということで、その辺でなんかうまくいかなくなったいうこともあるんですか。もちろんあります、だからそこでアメリカが買わなくなった分を、うちが買いますってドーンってきたのが中国なんです。だから今サウジの一番の石油 の, お, お, あの お, 買い
お時計様は中国なんです。なるほどね。でもこれも変な話ですね。もともとシェールオイルが出たことによって、それまでだから原油、あのロシアっていうのは売るものがない、資源がないから、まあ、原油しかないんですね、うん、で原油で、商売しとったのに、とかシェールアメリカがシェールオイルが大量に出ることによって、原油価格が確か下がったんですよね、うんうん、全体的に、ね、世界的に、うん、それでロシアが、まあ、かなり経済的にしんどくなったというようなことですけど、それが逆にあれですか、その回り回って、まあ、風が吹くと桶が儲かるんだけど、中国とサウジアがくっついたということですね。そうですね、はい、でまあ、だからアメリカっていうのは特にオバマとかバイデンとか、ああいう民主党系 の、 大統領が政権を取るとですね、まあ、他の国に対して人権がってことを非常に強く言うんですね。でその人権、まあ、アメリカが指摘する人権問題っていうのは、まあ、もちろんそのウイグル人の問題っていうのが一番日本なんかでよく取り上げられますけど、その中東諸国人権ダメじゃんっていうのはもうすごい言うわけですよね。でそれで仲悪くなるっていうのもあるんですよね。でもアメリカは長いことサウジアラビアと友好国やったんで、サウジアラビアっていうのは女性の権利なんかめちゃくちゃ抑えられてますよね、うん、確かそれはね最近変わってる、変わってきた、徐々に変わってきた、最近すごい変わった。そうですか、私のあれやな、もう知識古い、最近変わったんです。そうですか。サウジと UAE のですね、この状況を生んでる背後に、アメリカへのその不信感があるという点なんですが、どう具体的な不信感と言いますと、飯山さんのご指摘ではこうだそうです。バイデン政権の裏切りとありますけれども、一体どんな裏切りが、まあ、行われたのか、サウジ、まあ、中東諸国側からすればということですが、見てみましょう。どうぞ。バイデン政権は中東における最大の脅威、イランの力を増幅させている。これは飯山さん、中東においては中東 の、 安全保障というのがあるわけですね、はい、地域安全保障というのがあって、でアメリカがロシアや中国を敵対しているように、中東には中東諸国の敵がいるわけですね、で中東諸国において一番の脅威、敵というのはイランなんですね。っていうことは、じゃあサウジとか、ね、UAE はアメリカは同盟国だから、だからサウジはそのイランの攻撃から守ってほしいわけですよ、でところがアメリカはイランの攻撃からサウジとか UAE を守ってくれないんですよ。守ってくれないどころか、アメリカ政権というのはイランは反米政権なので、基本的にはそのイランに対する制裁外交というのをやってくるんですけど、時々ですねその制裁をガッと緩めて、でイランと仲良くする政権というのが出てくるんですね。でそれがオバマ政権でバイデン政権なんですよ。でそれは何でかっていうと、オバマ政権の時にはオバマドクトリンというふうに言われたものがあってですね、それはオバマ の、 その外交政策というのはこういうものですよというやつですね、で一番有名なのはもうアメリカは世界の警察じゃないっていう発言で有名になったのがそのオバマドクトリンだと、でじゃあアメリカは世界の警察じゃないということは、もう世界でいろんなことが起こったとしても別にそこに、そう見そう別にもう、それだってそれアメリカの安全保障にはっきり言って関係ないから、お前ら同士でやってくれと、好きにしてくださいっていうのが、これはオバマドクトリンですよ、でも一方で外国でやってることでも、アメリカに安全保障にとって死活的に重要なことに関してだけは口を突っ込みますっていうのがオバマ外交なのね、アメリカの利権に関わることになったら、そう、でそれはそれも地域によっていろいろあるんですけど、じゃあ中東に関しては何ですかっていうと、中東に関して一番大事なことの一つがこれイランなんですよ、イランがもし核武装しちゃうと、これはアメリカにとって死活的に重要な問題になっちゃうと、だから中東における政策で一番重要なことはイランを核武装させないことだっていうことになってるわけですね、じゃあイランはどうやったら核武装をしないで済むのって考えたわけですよ、でその時にオバマが考え出したのが、イラン核合意ってやつなんですよ、イラン核合意っていうのを結んで、イランに制裁をね、今までしてる制裁全部解除するから、みんなで仲良くやろうよって、イランちゃん、他の子みんなに制裁とかしないから、その代わりもう 核開発とかするのやめてねっていうのがオバマのイラン核合意なんですよ。解除策と言いますね。そう、解除策。仲良くするから、みんな国際社会の一員として受け入れるから、もうやめてねって、懐柔した結果が核合意。でところが、このイランの前の国はですね、イランそんなことやったって約束なんて守るわけないじゃん、だってイランだよっていうわけですよ、だから
核合意なんかして、このイラン経済制裁とか解除したら、うん、うちらむっちゃ攻撃されるやんって言って反対したわけですよ、うんうん、で実際何が起こったかというと、実際ものすごい攻撃回数が増えて、あ、そうなんですか。サウジなんて今やですね、1日に2回とか3回とか弾道ミサイルとか撃ち込まれてる。そうなの。そうね。だから誰もサウジから日本はこんだけね、日本の石油の30何パーセントサウジから買ってるわけですよ、ね、こんなに石油買ってるのに、そのサウジの石油施設とかにあのバンバンですよ、弾道ミサイル攻撃とかされてるわけです、そうなんですか。でそれを元を正せば何でかっていうと、イランに対するその経済制裁が緩んだのがきっかけなんですよね、っていうのが背景にあると。だからおば、でそれでですね、だからこのイラン核合意というのはダメだと、てか意味ねえじゃんって言って、うん、イラン核合意から離脱したのがあのトランプなんですよ。でだからトランプはどっちかというとその中東諸国 の、 あの皆さん の、うん、あのまあ、ご意見にですね、従ったんですね、まあ、要するにサウジとか UAE の意見を組んだということですね。そうだってこれ核合意とかしてても意味ねえから攻撃してくるからって、うん、だったら核合意やめて制裁に戻りましょうって言ったのがトランプ、うんうん、ところがバイデンになって今度はいやーやっぱり核合意だって言い始めて、またイランとお話し合いを始めて徐々に制裁を解除してというのをやり始めた、ということは、それでサウジと UAE が怒ったわけね、うんうん、怒ってるわけです。だから石油を増産してって言っても、だってもうこれらの利益何も考えてないのに、なんでお前のためにそんなことしなきゃいけないのってなっているて、ということはあれね、その利益というよりも、半ば意地みたいなところあるよね。あります。あ、アラブ諸国はその意地とか尊厳とかプライドっていうのも異様に重要視するんですよ、ね、だからもうあれ、うちがもう得しようから、うん、増産して買ってくれるから得やけど、うんうん、そんなことよりも腹立つから増産しないと、ね、そういうこと、要はそういうこと、うん、だからその石油が増産されないで、値上がりしている背景には、実はそのアメリカの中東政策に対するその産油国の怒りというのがあるんですよね。あっち行ったりこっち行ったりっていうね、ちなみにですね、その先ほど、ある意味誇り高い国やね、うん、むちゃむちゃ誇り高い誇りしかないぐらい日本にやったらすぐ売るもんね、誇り関係なくてね。あ、そうそう、ああちょっと違いますね。ああ、その点がね、悲しいところではありますけれども売っちゃう人が、いやでもそういう誇りって重要やけどね、うん、それはね、うん、その本当はね、その、まあまあ、世界情勢とかそういうこと考えたと、別にね、うん、国としてやっぱりそういう誇りを持つのは、うん、ある意味大事なことではありますよね、うんうん、そうですね、うん、だからあの中東諸国では、うん、あのほら日本だと、うん、この今戦争ねしてるのも、うん、平和が一番だと、とにかく平和を実現するんだ、うん、交渉だって言いますけど、うん、中東の文脈で平和、そういう平和って見たことないですね、うん、つまりそのあの生きてるだけじゃ意味がないわけですよ、ただ生きてるだけじゃ、うん、あの尊厳のある性っていうの以外の、うんはい、うん、尊厳のある生き方ができないんだったら、うん、尊厳を得るためにあの死んだ方がいいと思うんです、うんうん、戦った方がいいっていうふうに思うんですよね、うん、だからそこは全然違いますよね、うん、本当宗教とも考える上でね、うん、ややこしい。そうか、今だから世界の日本の日本もそうやけど、うん、原油が値上がりしてるのはそういう理由があるんですね、うん、ちなみにその飯山さんのご指摘でね、ミサイルというお話がありましたけども、うん、サウジアラビアは2019年以来、うん、毎日のように自国の空港や石油関連施設に隣国のイエメンを拠点とした、うん、イランの代理組織がイエメンにあるということですね、イランがバックアップしている組織がイエメンの国内にあって、うんうん、それがフーシー派という、うん、そのフーシー派から弾道ミサイルやドローン攻撃を受けているということなんですが、うんうん、そのフーシー派とは何かと言いますと、正式名称がアンサール・アッラー。イランの支援を受け、イエメン政府と内戦状態にある。2014年からイエメンの首都サナアを実効支配。首都を実効支配。あ、そうですよ。ははあのごめん、僕全然中東分からない。イエメンってどこにある国？イエメンあのどこ？ちょっともう一回地図見して。イエメン、これサウジの下、サウジの下。あ、これですか？サウジの下。はあ、ここがイエメン。そうなんです。こんなところにイランの下部組織があるわけですか？そうで、そこちょっとデパテとかあるんじゃないですか？その左側のミイラの頭みたいなところ。その上のところ、上部ですね。はい、ここら辺が、ここら辺がもともと、あの、そのフーシーってまあ部族なんですけど、フーシー族の、あの、拠点だったんですよ。で、山みたいなところに住んでたんですけど、そっから、あの、
イランから、支援を受けて武器とかもらって超パワーアップして、でこう降りてきてここにサナっていう首都があるんだけどそこを占拠したんですね、首都が占拠されてるだから実行支配してるほらイエメンとウクライナも今もう自治が失われてますよね、うんうん、あそうですよだから内戦してるんですよはあこの点々は何で、うんうん、点々まあ、これはあの一応国境線なんですけど、はい、砂漠なんであんまよくわかんないですよね。あまあね。ね事情がね事情ですからね。よくわかんないここら辺もその国境沿いからあのフーシーっていうのがサウジに向けてこのバンバンあの弾道ミサイルを撃ち込んだりあの戦闘ドローンを送り込んできてでもうたくさんの人が死んだり。施設が破壊されたりしてるんですそうなんで日本であまりほとんど報道されてませんねだから全然誰も知らない全然知らなかったすごい大事な話なんだけど戦争ですよはっきり言っていやだから戦争なんですよだから皆さんにウクライナの戦争が始まってああ大変だとか言ってますけど私なんかも中東がいつもやってるから中東いつも戦争してますけど、皆さんご存じないだけでいつも戦争ですよ今の話聞くともう2019年から戦争してるよね、うんいつのですか？いやイエメンはもう実行支配は2014年からなされた。実行支配は2014年で、でもそのミサイルを打ち出したのは、あ、そうその後からですね、はい。ミサイルをたくさん打ち出したのは2019年ですね。はい、でそのフーシー派に対してもですね、アメリカの政策が非常にまあ揺らぎといいますか、中東諸国からするとその裏切りと見えかねない動きがあるという点なんですが、それがこちらですね。トランプ政権はフーシー派をテロ組織に正式に指定した。しかしバイデン政権は就任後間もなくテロ組織指定を解除してしまった、サウジアラビアや UAE が再指定を要求しても検討中だとやり過ごす検討中、どこかの国の首相みたいですけどね検討中って言ったんですね実際にはここにやっぱり問題があるとはいそうですうだからイランっていうのは、あの変な国なんですよいやイランっていうのはすごい変な国 で、はい、で普通ねなんか軍事侵攻とかね、だからイランは脅威だとか言って言うと、じゃイランっていう国が、まあ、だからロシアみたいにね国軍を動員して隣国にブワーって攻め込むっていうそういうのイメージするじゃないですか、違うんですよ、イランは国軍っていうのを動かさないんですよ、その代わりに中東にはいっぱい武装組織っていうのがいいんですね、でその武装組織にあのお金をあげて武器をあげてさらに戦闘員にあの軍事訓練をして、はあはあ、もう強大化させて、だからそれでイエメンなんかそのフーシーっていうのにそれをやって、イエメンの首都を占領させちゃったんですよ、でそのイエメンにもともとあった政党政府っていうのは、もうフーシー派にあの占領されちゃったから、うわーっつって逃げていって、困ったってなって、それでじゃあフーシー族と戦うためにはこれフーシー族との戦いっていうのは要はイランとの戦いですから、まあ、どうすんだって話になって隣のサウジ先生にお願いしたわけですよ助けてくれっつって、でサウジはここをフーシーが占拠してるとミサイルとかボンボン打ち込んでくるわけだから、もうこれはもうサウジにとってはもう自衛なんですよね、自衛のためにイエメンの内戦に介入したんですよ、でところがそしたらそのイエメンに内戦に介入したサウジのことをですね、オバマ政権バイデン政権はですね、これは人道に違反していると言って、でトランプ政権はこの戦争のイエメンでサウジがやっている戦争 その武器供与っていうのを助けてたんですよ、ところがそれをカットしたんですよ、カットしてそれでイエメンでは話し合いをしなさいって、戦争なんか物騒だからやめなさい、話し合いをしなさい、だから自分たちはもう武器供与はしません、なぜならあなたたちは人道に反する行為をしているからっていうふうにお説教してるんですね、サウジからするといやいやいや人道とかっていうか、うちはそもそもイエメン政府に頼まれてるし、というかこいつらやっつけないとうちらずっと弾道ミサイル攻撃ボンボンされてるしって話なんですね、だこれはねなんかサウジとか遠い話のことしてるといまいちピンとこないかもしれないですけど、例えば北朝鮮がね、北朝鮮今こうバンバンなんかミサイルとか打ち込んでんじゃないですか、今海ですよ、でこれがね、じゃあ北朝鮮がもっとボンボンもう陸に届いてもいいやって感じで打ち込んで、例えば青森とかね、秋田とかにね、北朝鮮の弾道ミサイルがボンボン打ち込まれて、たまに人死にますみたいな火事とか起こりますな事態になった時に、アメリカがいやーやっぱり平和が一番、北朝をやっぱり国際社会に復帰させることが一番だって言って、うちはこれから北朝と核合意を結びます、だからそのために北朝に対する制裁解除してきますって話になったらどうしますかって話なんですよ。
日本がいやいやいやうちもバンバン打ち込まれてんのに、うん、なんで制裁解除とかして、うん、何合意とか言ってそんなの守るわけないじゃん、うん、そら反米金とかね、いう話になるわけです。スライドして考えればそうなんですよね。だから今中東はまさにそういう事態状況にこう置かれているので、うん、それがその石油の増産しないっていう問題に結びついてきたり、うん、あとはそのアメリカのその同盟関係っていうのは、ね、いやバイデン政権っていうのはいやいやトランプは同盟国をないがしろにしたと、うん、世界の同盟国をなんか邪険にしたと、うん、自分は違う、自分は全部の同盟国と仲良くして外交で正しい集団的な外交をやっていくんだって言ったわけですね。で今もなんかそのなんかヨーロッパのなんか同盟国とはちゃんと仲良くやってんだとか言ってる人とかいますけど、中東を見ると中東のアメリカの同盟関係もボロッボロなわけですよ。誰も知らないでしょっていう話で、しかもそれってそのエネルギーが、はい、元がその中東にあるわけですから、うん、すっごい大事な話ですよ、うんなんですね、誰が亀裂を入れちゃったってことね。日本はねうまいことアメリカの裏返って、うちはサウジさんの仲間やから石油ちょうだいって言わなかね、うん、日本向けに増産してって。いやだからでも日本は、うん、日本とか向けて の, あの石油はもう4月からもう値上げするって決めてるんですよ、うん、厳しいな。そこはねこれね実はね本当にややこしいのがね、例えばまあちょっと大昔の話になりますけど、昭和49年かな、石油ショックありましたね、48年かな、はい、でこの時ですねもうずっと原油価格っていうのは1バレル3ドルぐらいでもう100年間変わらなかったんですが、いきなりドーンって値上がり、ボンボンボンって値上がりしたんですよね。もう倍2倍3倍になかったのがすごい値上がりして、でこの時にそのオペックはですね、いろいろまあやっぱりそのイスラエルとずっと戦争してたんで、結構イスラエル強かったんでイスラエルにガンガンやられて、まあそういうのもあって、要するにイスラエルを支援するような国にはもう石油やらへんぞって、うん、そうそう分けたんですよ。イスラエルと友好国っていうのを分けて考えて、イスラエル友好国にはもう石油売らないとか言って言ったんですね。ほんで日本はですね実は石油イスラエル支援国やったんですよ、ほんで日本は石油が入ってこないんで、もうでも当時のやっぱり日本政府はすごいのは、なんやかんやうまいことうまいことで、うまいことすり抜けて何だかすり抜けて結構石油売ってもらったりしてたんですよね。だからなんか大急ぎで、そうですね、田中角栄さんとかが施設を派遣して、なんかもうひれ伏して、いやいや、うちら友好国なんですというふうに言って、なんとかまあ、なんか濁ったっ、だからあの時ね、いつもの春の甲子園大会の時には、ちょうどあの季節だった、はい、でね、優勝、校にはですね、いつも音楽になってる、でそれがヘンデルのね、ユダ・マカベウス音楽、タンタンタタンタンタタタタタンタンタン、おなじみで、でこれはユダ・マカベウスヘンデルの曲なんですが、このユダ・マカベウスというのはユダヤの英雄を扱った音楽なんですよ。ほんでそれで当時の高校野球でこれやったらまたオペック怒るからこの曲やめよう、そんなことまでしたんですよ日本は当時。この曲やったら、オペック怒るから。そうそう、だからその時からやっぱり日本の外交、中東外交というのはやっぱりその産油国ととりあえず仲良くしなきゃいけないっていう方針にもう急になったんですね。で、まあ、それはいいんですよ、だって石油ないと困るから絶対仲良くしなきゃいけない、でそれがですね、でも状況って変わるわけですね、世界情勢ってすごい変わると、その当時の第一次世界ショックの時、オイルショックの時の中東情勢と今は全然違うんですね、でその当時はイスラエルとアラブ諸国が戦争してたんですけど、今もう仲良くしてるんですよ、でなんで仲良くしてるかというと、昔はその中東の一番の悪者はイスラエルだったんですね、ところが今ずっと話してきたように、今や中東の一番の悪者はイランなんですよ。本当にやばいのイラン、いや本当にやばいのイラン、でそれはイランはですね、さっき言ったようにその他の武装勢力とかにいろいろお金とかあげて、それでその武器上げてサウジとか、いろんなとこ UAE とか攻撃したり、あとここ海ありますよね、ここを通るタンカーとかをですね、ボコスコ攻撃したりとかして、ありましたね、日本のタンカーとかも炎上とかしたりしてるんですね、やられましたよね、でここもこの湾岸地域もぐっちゃぐちゃしてるのイランだけど、さらにですね、そのイスラエル、そこにありますね、イスラエルというのは、イスラエルを殲滅するっていうのがイランの国是なんですね、殲滅っ
ていうのは、イスラエルという国を地図上から抹殺するということなんです。アフマディネジャド大統領が確かそう言ってましたよね。そう言ってましたよね。もうイランの国の憲法にそれはもう書き込まれてる。憲法にね。イスラエルをもうなくす。決まってる、これはもう決まってるんですね。だからあのそのイスラエルの周りにはまあ、あのパレスチナとかありますよね。そのパレスチナの武装勢力とか、はい、そのレバノンの武装勢力に、はい、あのお金とか武器とかたくさんあげて、それであのボゴスコまたイスラエルを攻撃させてるのもイランなんですね。ですから今やですね、昔あんだけ戦争してたイスラエルと中東諸国っていうのは今友達なんです、はい、知らんかった。仲間になって、それでイランと戦おう。でしかも今なんかしないけど、アメリカさんなんか最近イランと仲良くしてるから、ちょっとうちらのことが忘れてるよって感じになっちゃって、だからもうアメリカとかなんかもうちょっともう頼りにしなくても、うちらだけでイランから防衛できるように仲間になろうってしてるんですよね。いやそれは致し方ないというかね。あのちょっと気になるんですが、うん、今ここでね、例えば今アメリカと中東、うん、それからイランの関係をずっとおっしゃっていただいたんですが、うん、こういう動きに対して、うんうん、ロシアはどう見てるんですかね、うん、あロシアは、うん、どの動きですか。このサウジとかイランとかそういう関係をロシア、うんうん、いいぞって思ってますね。いいぞあのだから中東っていうのは、だからそのアメリカが頼りにならないっていうことで、うん、今何をやってるかっていうと全方位外交をやってるわけですよ、だからアメリカの同盟関係はそのままにキープしといて、一方でロシアとも仲良くする、中国とも仲良くする、全部仲良くして、でそれはなぜかというと、それが全て対イランにつながるからだっていうふうに考えてるんですよね。なるほど。だからあのロシアっていうのは、あの中東に対するあの力っていうのも非常に、影響力っていうのは非常に大きいですよね。で最も影響力が多いのがシリアですよ、うん、シリアっていうのはまだ新しいので、ここにシリアっていう国がありますけど、はい、シリアっていう国はあのずっと内戦してるんですね、あの2011年からずっと内戦してて、であの元々アサド政権っていうのがあの政権を取ってて、アサド政権今2代目で、お父さんの時代からずっとアサドっていう人が大統領やってるんですけど、でその2代目アサドはその内戦が起こって、反体制派っていうのが出てきて、それであの戦争して一時負けそうになったんですよ、で負けそうになったところを助けたのがロシアとイランなんですよ、ロシアにこうプーチン先生お願いします、させてくださいとか言って言ったら、よしって言ってプーチンがあの爆撃機を送ってくれたんですね、で反体制派をブワーって爆撃して、あの結構あの、まあ、地域を奪還したっていう経緯があると。だからあのシリアのアサド政権っていうのは、あのロシアは大好きだって、今ってシリア各地で、プーチン様とプーチン様とか言ってやってるわけですよ。ここからの傭兵がね、ウクライナに行こうとしてるわけですもんね。まあ、そうですよ、そんな話だったね。いやもう世界複雑回帰やね。そうですそうなんです。でさらにですね、バイデン政権はその別の国にも、まあ、恨まれてしまう政策を取っているという飯山さんのご指摘なんですが、それがどこの国かというとこちらです、今度はエジプト、はい、エジプトに対してバイデン政権が取った政策というのがこちらだそうですが、どうぞ。人権上の懸念を理由に1億3000万ドルの軍事支援凍結、これは飯山さんどういうことなんでしょうか。あのアメリカっていうのは、あの 対外軍事支援っていうのを、あのほとんどあんまりやってないんですね、で対外軍事支援のほぼほぼ全部がイスラエルとエジプトに対するものなんですね、でエジプトはもうずっとアメリカから、13億ドルぐらいの毎年、軍事支援をもらってると、でなんでかっていうと、エジプト軍が強くないと、中東は今よりもっとぐっちゃぐちゃになっちゃうからなんですね。混沌がさらに、そうなんですよ、でさらにエジプト軍が強いことによって、イスラエルが守られるっていう戦略もあるんですね。エジプトはもうあのずっと昔からイスラエルと国交を回復してて、あの国交があるんですね、だから、そういう意味もあって、そのエジプトとイスラエルの存在っていうのは一応アメリカの外交政策上非常に重視される課題なので、そのためにエジプトに軍事支援をし続けていると、なぜならここにシナイ半島というのがあるんですけど、ここにあの武装勢力がいるわけですね、でこれあのちゃんと戦わないとエジプトは、あのイスラム国に占領されちゃうから、ちゃんと戦わなきゃいけないっていうのもあるんですね、でところが、エジプトにこう難癖つけて、その軍事支援を減らそうとするのがオバマでありバイデンなんですよ。
オバマ政権の時にはこれをですね、エジプトの軍事支援金をですね、半分ぐらいにしたんですよ。それなんで？それはなんでかというと、はい、あの当時あのアラブの春というのが起こって、政変が起こって、その後にあの選挙をして政権を取った、あのモルシーっていうムスリム同胞団っていう、イスラム組織 の、 あの、まあ、大統領がいたんですけど、それ一応選ばれたんですけど、その後であの何をやったかというと、イスラム大統領なんで、国をイスラムにしちゃったんですよね。でイスラム独裁みたいなのが始まっちゃって、それに対してエジプト人が嫌だって言い始めた、で自分たちで選挙で選んだはずなのに、そのムスリム同胞団が嫌だからって言って、もう一回選挙じゃなくて革命を起こして引きずり下ろしたんです。でその時に軍がその引きずり下ろすのに支援をしたわけですね。最終的にあの、はい、まあ、軍が移動を果たした、そうですね。でそれをクーデターだって言ったんですね、はい、で民主的に選ばれた大統領をあのクーデターでひっくり返したから、はい、お前は人権的にダメな国だからもう軍事支援はしないって言って、軍事支援をカットしたのが、それがオバマの時代なんです。だからあの、まあ、その中東諸国はオバマ政権に対して非常に強いアレルギーがある、でバイデン政権は基本的にオバマ政権と同じだから、またなんか中東ぐちゃぐちゃになる。トランプ時代はどうだったんですか？トランプ時代はあの違ったんですよ。トランプ時代はあのエジプトに軍事支援金をあのちゃんと上げて、その中東諸国とはこう仲良くしてたんですよね。でも中東諸国というのはあのさっき言ったように、まあ、結構人権上問題の多い国があるので、はいはい、バイデン政権はそれと逆のことをやってるんですよ。なるほど。だからサウジもなんか、お前はあのジャーナリストをあの殺害してバラバラにしたじゃないかとか言って、カショギ氏の事件ですね。そういうことを言ったり、あの、まあ、女性の人権がとか、なんか色々、確か選挙権は昔ずっとなかったんですけど、今は変わってるんですか？そうなんですよ。だサウジはその、まあ、ムハンマド・ブン・サルマンっていう王子皇太子が今、王様もおじいちゃんなんで、あの、まあ、実権を握ってから、ちょっとこのままの宗教バリバリの国家だとうちの国持たないわっていう感じに変えて考えて、それで近代化しようって決めたんですよね。でその後何をしたかっていうと、まあ、女性の解放っていうのをまあどんどんやったと。なるほどね。だから今あの昔 の、 あのみんながイメージしてるようなあのサウジとはもう急激な変化ですね。あ、知らなかった。だからなんでサウジというのはもう女性はいまだに選挙権がないもんやと思ってました。いやだからなんでね、だからさ、サウジっていうのはだからトップがこうだって決めたら、もう宗教いやもう近代化って決めたら、もうバーってすぐ近代化できる。それはなんでかというと独裁国家だからなんですよ。だってこれでも選挙して議会開いて一個一個法律変えてるとものすごい時間がかかるんですよ。だからそれがなくてバーンってすぐ近代化バーンってなれるのが、まあサウジがまあ独裁国家だから、まあ、UAE も同じですよね。そういうところがあると。まあ確かにあの中東あたりは独裁国家多いですよね。あ、そうなんですよ。あのイランも結局のところ独裁国家です。イランもバリバリの独裁国家、はい、あのいわゆるあのイランというのはややこしいのはあの宗教独裁とそれから政治がでも政治の上ですからね、宗教がね。あ、そうですよ。あの宗教指導者というのは圧倒的にトップなんですね。あ、そう、最高指導者っていうのが、そもそもその大統領になるなる権利のある人もピックアップするんですよ。だからあの全然も完全なる傀儡で、あの、まあ、あれは、まあまあ、あのめんどくさい仕事をやってくれる部下の 手下みたいなもんであって、何の権力もない。でその最高指導者を選べるのは誰かっていうと、はい、最高指導者なんですだからトップはもうぐるぐる回ってて、中世のローマ教皇と皇帝みたいなね。そうそうそう。だから政治権力者に権力はない、全くない。まあ確かに、ね、でもイランというのは本当に厄介な国ではありますけど、でもただイランの歴史を見てみると、これはやっぱりその昔のイギリスとかアメリカがめちゃくちゃしたいうこともあるんですよね。遡ればどうしてもね、遡ればね、あの、つまりイランは長いことそのイギリスが完全制覇して支配してて、でイランの石油、当時、まあ、戦前はイランは世界最大の石油産出国と言われたんですが、この産油国と言われたんですが、これ埋蔵量か、埋蔵量世界最大と言われた、今は世界第4位かな、第4位ですね。この石油利権を全部イギリスが持ってたんですね。ほんで戦後イラン起こって、まあ、いわゆるそのモサデク首相ですか、これが、イギリス、あ、自国の石油施設を全部その自国に、自国のものとして、でイギリスがカンカンなって起こって、でところがこのイランの利権を
うまいこと手に入れようとしたのがアメリカで、うん、アメリカは結局その、革命を起こさ CIA 使って革命を起こしたんですね、うん、だから今でもそれはそれがそのイランの反米のまあ主な理由ですね、うん、あの CIA が確かあれ誰だったかな、あのシュワルツコップのまあ親父ですよね、あの後のその湾岸戦争の時の司令官の親父かなんかが、CIA を使って1日でモサデク政権をぶっ潰しちゃった、はい、たった1日でね、うんうん、そうでそこからイランはもう完全に、アメリカ、イギリス、フランス、その他のいわゆる、まあ、国によって牛耳られて傀儡政権で20数年間、25年ぐらいかな、ずっとアメリカの傀儡でやられてたんですね。でそれである時そのホメイニ革命が起こってパーレビ国王がね、はい、パーレビ国が逃げだアメリカに逃げて、それで、うん、アメリカを全部追い出してそこからずっと反米、うんうん、反米一本やりですもんね、はい、うん、ちなみにこの大きな鍵を握るイスラエルですけれども、急速に中東諸国と安全保障強化の枠組みを作っていると。ベネット首相は2022年1月、たとえイラン核合意が再建されようとイスラエルはそれには縛られない、うんうんうん、そうです、はあ、はあ、米国だけでなく他の国々とも同盟関係を構築し、イスラエルを攻撃するタコの足と格闘するだけでなく、タコの頭を叩く必要があるという、これ首相発言なんだ。そう、はあ、今度だタコのあ、こういうあの言い方を中東ではよくするんです。そうですね、タコの頭、じゃああるんですね。そう、イランというのはタコの頭で、だからフーシーとか、あの、まあ、ヒズボラとか足が何本もあると、あ、そうそう、ハマスとかあれは全部足で、なるほど、でだから足とバーとかバーあーとか戦ってても意味ないと、頭を潰さないといけないんだ。そうか、で、あのイスラエルは なぜならイスラエルはだってイランに殲滅するって言われて、憲法で書かれてるわけですからね、殲滅するって言われて、それでいや仲良くすれば、イランはちゃんと落ち着くからとか、そんな信用できるわけないやんっていう話なわけです、ほんでそのイスラエルにとってタコの頭のは、イランですか、イランです。さっきからタコタコ言うからもう、タコ、いや、あの、本当にタコって言ってる、このテレビにタコがおるとかいっぱい書かれてる、ね、誤解です、これ。デビルフィッシュとか言われて、そのイメージが良くないんですよね、確かね。いや、まあ、あの、でも、みんなタコって言うんですよ、うん、私があの改造したわけだから、お前じゃって言うけど、あいつちゃうっちゅうねん、違いますよ、もちろん断固として違います、はい、そう、だから中東は、あの今、中東の NATO みたいなのを作ろうって。そういうことね、ややこしいだ、ややこしいけど、でもだってこう世界は全部つながって、世界はヨーロッパとあの中国しか、あ、欧米と中国しかないと思ってる人結構いるかもしれないけど、それは世界の一部に過ぎないわけ で、ね、そうですね、中東とかね、はい、アフリカとかね、あるんですよ、あって結構なこう影響力を持ってるんですよね、はい、押さえておかなければならない点が今日は立たせてまいりましたが、改めて本日の火曜特集はね、ロシアによるウクライナ侵攻の裏で何が知られざる中東情勢と題してお届けしました。井山さん、本当にありがとうございました。お疲れ様でございました。もうね、あまりも知らないことで、ね、はい、いや、僕らも中東の知識全部もう書き直さなあかんわ。ちょっとブラッシュアップということで、もうすぐ変わるからね、状況がね。そうなんです、変わる。5年ぐらい経ったらもう変わってるから、5年はもう全然無理です、ね、肝に銘じておきましょう。その上でもう残りの時間は